が低いということになります。大友さんよろしいかな。さあ、カナンバー14点ランキング3番手下村太郎選手がスタート。ダンロップアルファ AC ラウンドパートナーズ21と16秒のクロススタート。さあ、選手からまずは戻ってくるのはウォーカー選手。スパイダーが今ゴールチェッカーとなりました。最後は1分22秒0214番手1分22秒現在のクラス4番手タイムということになります。そしてコース上有効ポイントの関係、砂川2000を決定している関係にこの後まだ伸びしろが残っている。昭和大使館が目当てがどうなってくるんでありましょうか。この T2 クラス、カーボス選手が1勝、高谷選手3勝、下村選手がここで3勝というような勝ち関係のところは37秒0201中間ベスト、中間は37秒0201中間ベスト。これがカーボスの生タイムよりも速いタイムで戻ってきています。ここで下村辺りが中間ベスト。そしてスタートは T1 クラス、カーナンバー15ヤマトの選手がスタートをしていきました。まずは最終ターンから戻ってきまして14番の下村から選手中間ベストが今戻ってまいりました。ゴールデンカーになります。タイムが1分13秒654ベストタイム更新。1分13秒6539秒34分と遅れました。そしてスタートは最終設定カーナンバー14さあ高谷選手が踏み込みになります。下村から選手がスタート。ACW パートナーズリジット GL86 がスタートしていきました。さあ、まずは最終ターンで戻ってくる。さあ、ここをクリアして入ってまいりました。さあ、今岡選手の交代1分17秒72番手タイムとなっています。さあ、これで高谷選手と下村渡選手先の4勝目をかけたバトルということになります。ここまで高谷選手が3勝、下村選手3勝という状況。さあ、その勝者の